2002年世界選手権優勝のマリウス・ウルジカの演技アンバは体操競技のアンバ種目で使用する体操器具の名称とそれを使った種目の名称。男子のみで行われている2本の腕のみで体を支え、なおかつ止まらずに振動、回転するダイナミックな種目である。あんばの起源は跳馬と同じく古代ローマの兵士や若者たちによって行われていた。 乗馬練習のための木馬運動である。木馬運動のうち、飛び乗り、飛び降りの際の足さばき、両手の支えの使い方を要素としたものが、クラマ運動である。あん馬も釣りはを除いた他種目と同様、流れの良い演技が評価されるようになっている。その一方、釣りはとともに、最も腕力を要求される種目であり、独自の専門性を持っている。2003年の世界選手権にて、 鹿島武博が、アンバでの日本体操史上初の金メダルを獲得した。しかし、オリンピックにおいては未だ獲得がなく、日本勢が唯一オリンピック金メダルを取ったことのない、種目である。漢字で書くとアンバであり、上馬の蔵を模した器具である。高さ105センチメートルの台の上に2本の取っ手を備えたもので、競技場の床に据え付けられている。この種目は、団体。 個人総合で行われるほか、種目別でも単独で行われている。演技はあん馬に手をかけて飛び上がったところから始まり、終末着で着地するか、演技者が途中で棄権するまで行われる。演技終了は、終末技の着地動作を完了した時点である。非常に多くの技があり、認められている技には、難度が設定されている。あん馬の技を系統立てると以下のようになる。 禁止行為を行った場合は0点となる。また、減点が課せられるケースもある。ありがとうございます。